僕のおすすめのアパレルはこちらです。僕はこのブラックのジャケットをね選んだんですけど、これポイントが、フルジップじゃなくてハーフジップのアノラックということで、これねハーフジップなんでここをこう上まで締めてきたりもできるし、開けてそこにこう中にね色のある T シャツとか可愛いのかなと、今回はアクセサリーで色味をつけました。あとは色は本当にブラックでシンプルなんですけども、素材がキルティングになっているのでポイントかなと思います。でこれ実は今シーズンの匠が着てる、ジャケットとちょっとペアルックみたいな感じなんでね、これもちょっとね匠ファンには嬉しいんじゃないかなと思います。最近はでも革の製品というか、革ジャンとかもそうなんですけど、レーザーパンツみたいなのを最近もらって、最近は革製品が好きですね。匠とは結構しょっちゅうしてましたね。なんかあいつからもらったり俺もあげたり、でもあとまさきとかもメンバーから結構いろんな服もらってる気しますね。だからたまに全身メンバーのコーデみたいな時ありますからね。僕がおすすめするアパレルはこちらです。シンプルなロゴデザインがちょっといいなと僕は思いまして、このナイロンジャケットを選びました。フードにもちょっとロゴがあったりとか、いいっすねこれ。このジャケットシワ加工もされてて、おしゃれ上級者感が、カジュアルな格好にもなんかいろんな格好にも合いそうだなっていう印象ですね。上がすごくシンプルなんで、下のスカートのね色味だったりとか、あと靴下でもこう遊びを入れたりとか、いろんなパターンが合いそうだなとは思いますね。 T シャツが最近かなり増えてきましたね。すごく変なデザインの T シャツを着ることが多いです。通販も多いんですけど、衣装そのまま買い取ったりとか、基本的には街中ブラブラしていいなと思ったものその場でバーって買っちゃうみたいなことが多いです。僕がおすすめするアパレルはこちらです。中に着てるパーカーがですね、男女どちらでも着られるパーカーなんですよ。なんかこうカップルでお揃いで着るっていうのもすごくいいんじゃないかなと思いまして、プリントもちょっと大きめで袖の腕のところまであるっていう、これもなんかちょっとなかなか見ないプリントなので、なんか可愛らしいなと思って、下のこのスウェットもニューバランスなんですけども、ジャケットなんかと合わせてみて、カジュアルとシックの組み合わせみたいな。このパーカーね、実は大地も同じパーカーをルックで着てるんですよ。なので大地ともお揃いになります。マイブームはサンダルなんですよ。夏とかは全然サンダルありなんですけど、冬はなんか冬用のサンダルとか冬用スリッパみたいな、本当に1年間履くっていうチャレンジを勝手にやってます。僕がおすすめするアパレルはこちらです。僕たちがですね撮影で着たラインのウィメンズのパーカーなんですけど、このラインのアイテムのカラーとですねシルエットがいいなと思って今回選んでみました。このピンクもピンクすぎないというか、着る人を選ばない、あとフードが深いっていうのもパーカーとしては僕的にはポイントが高くてですね、あとその胸のロゴが刺繍でニューバランスって入ってて、サイズ感も全て結構さりげないのがこう粋だなと思いました。ボトムスなんですけど、やっぱこうちゃんとシンプルで質のいいものっていうのがちゃんと上にあるから、チェックな意外と個性的なパンツでもハマるチャレンジもさせてくれると思うので、ぜひとも着てみてほしいなと思います。サイズ感っていうのをより大事にするようになりました。
子供の時から好きだったのが続いてオーバーサイズめなものを着てたんですけど、自分の中でおじさんのファッションが好きだったりするのがあるから、そういうジャストなものっていうのを、まあ、今この年になってすごい選ぶようになって、よりもう本当単純になってきました、ファッションが。